入れ歯のコウスケです。YouTube をご覧の皆様、おはようございます、こんにちは。今日は7月の13日ですね。今日は父の透析の帰りにいつものラーメン屋さんですね、こちらの、ラーメントンちゃん豚骨ラーメン定食ね、こちらの方に来ました。で、今日は普通に食レポしようと思ったんですけど、なんだろう、びっくりするぐらいの手紙が来たので、ちょっとご紹介したいと思います。じゃあちょっと店内入ります。失礼します。よいしょ。ということで、いつもの漫画ね、いっぱいメニューいっぱい夢いっぱいみたいな、メニューいっぱい夢いっぱいみたいな感じで、失礼します。で、今日なんですけども、手紙がなんと来ました。それがですね、三好町の多分これ秘書広報室っていうところから来たんですけども、両親ですみたいな、ハロー。それ手紙がねこう来たんですよ。読み上げます。日頃より町行政にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。この度は三好町観光大使に立候補いただきまして、誠にありがとうございます。以前、三好町広告大使にもお申し出いただきましたことを重ねて感謝申し上げます。三好町では今年度よりホームページを大幅リニューアルしたり、SNS をタイムリーに更新するなど、さまざまなシティプロモーション施策を行っております。広告大使や観光大使を募集する際は、改めて広報等で告知させていただきますので、その際はご検討をよろしくお願いいたします。この度は貴重なご意見をいただきありがとうございました。令和3年7月12日、三好町長、林勲さんですね。ということで、本当に手紙が来ちゃいました。はい。ということで、僕は、冗談抜きで、三好のね、観光大使になりたいと思ってますので、どうか皆様のね、温かいお言葉、ご声援をよろしくお願いします。三好町役場の方にね、立候補する際にはまた、ちゃんと告知しますので、その際は三好町にね住んでる方は、もちろんね、なんですけども、違う地域に住んでる方も、私の方にね力を、貸してください。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日も一日、良い日にしましょう。ちなみに、今日はまた、豚骨ラーメンと、お母さんがネギ豚骨、僕がネギ豚骨チャーシューラーメン、お父さんが、レバニラ定食ですね。いつものパターンです。ということで、今日も一日良い日にしましょう。ではまた、ブイチャッ。